喉をかっきれ。これだけだ。門は放っておけ。壁をの。己を解決。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。この犬が腰をへし折ってやるぞ。社の中に何か。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ。何もできぬな。
わっぱを切ろうとは、武士の風上にも置けん。武士の法理など、吠える者どもの大義名分。何じゃの俗名、わっぱを切るならいいよ。恐れの主と我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、外交を頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしません。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、やだ鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。
上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか。もう一つの城を奪いすぎる。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。ただそのクズ野郎で。うわっ！